今日のお目当てのパンケーキが来ました。いきますよ、じゃじゃーん。あー、美味しそう。タピオカとこのクリーム、これ中にもタピオカが入ってます。じゃあちょっと食べてみようと思います。お友達のくまちゃんです。最近日本の仕事でイライラしてます。あ、ここカットで、カットで。最近ね、仕事でね、怒ると、怒るというか日本語が一番そうですよね、できる。でもそれがやっぱいい上達方法じゃないですか。じゃないです、ね、じゃないです。メンタル結構メンタル結構、あ、結構やられてるんでこの話は内緒ですけど、いただきます。うん、美味しいどうですか、台湾人的に。悩んでる日本人的には甘くなさそう、甘すぎなくて日本語悪いんですよ、日本語おかしくなります。甘すぎなくてすごい食べやすいし美味しいと思いますけど、台湾人的に多分、珍珠奶茶飲みたい、タピオカミルクティーを飲みたいです。食べるとこれクリームはミルクティーの味じゃないですか、これミルクティーの味で、うんうん、タピオカがあるんですけど、はいはいはい、食べる時に、いや私直接にタピオカ食べるよりタピオカを飲みたいあ、これはこれはもう店の人からしたらあ、でも台湾人的にはあ、しかも個人的の感想、みんなじゃない、みんなじゃない、みんなじゃない、私個人的に結構。でもこれ多分人気だよね、人気度分かんないけど、食べてる人いるか分かんないけどあ、まあでも日本人、インスタ映え、あ、インスタ映え、インスタ映え、インスタ映え、日本人的には多分すごい好き、なぜなら珍しいし、うんうん、台湾人結構珍しい、あ、珍しい、そうだよね。しかもね、美味しいのが珍しい、そういう言い方は、あ、ちょっと、あ、ダメです、他の店のあ、ちゃ、台湾ってすごい見た目めっちゃ可愛いじゃん、なんか、すごいインスタ映えめっちゃおしゃれ、まあ珍しいし、うん、日本だったら絶対食べれない味だからね。ちょっと特別な台湾っぽいの食べ物じゃないですか。おすすめの台湾スイーツです。なんかいろいろ感想を言ってちょっとよく分かんなくなったけどとりあえず多分これは絶対日本人的に美味しいし可愛いしね、うん、うん、いいと思うので皆さんもぜひ食べてください。はい、ちょっと台湾あるあるなんですけどね、味が安定しない、だからまあ、ちょっとぶっちゃけ今回前回来た時よりもちょっとパンケーキの味が甘い感じがする、甘すぎる感じもあるし、パンケーキのこの生地がちょっと前回の方が美味しかったかな、だからさっき台湾人の友達もなんかちょっと生地がってちょっと言ってたんですけど、私が前回来た時はすごい美味しいと思って感動をしたんですね。なので、まあ、ちょっと台湾あるあるで味が安定しない、来る人によって結構味が変わってくるっていうことが台湾あるあるでありますね。日本だったらそういうことはあんまりないというか、店で味は同じだと思うんですけど、結構作る人によって味が変わるので、まあ美味しい時とうーんの時がある、そういうお店は結構多いです。これは台湾あるあるです。皆さん覚えておいてください。でも小籠包屋さんもそういうお店はすごくありますね。安定してるお店が少ないので、前回行った時はすごい美味しかったのに、今回行ったらうーんって。なので皆さん、まあ、期待しつつ期待しないで行ってみてください。